オーバタンは、オームメインコカに分類される鳥類。別名トキサカオーム。インドネシア固有種種小名、マラケンシスは、モルッカさんののい。全長40から50センチメートル。オスよりもメスの方がやや大型になる。頭頂には後方へ湾曲した赤い羽毛が伸長する。オハは短い。全身の羽衣は白やオレンジがかったピンク色。オバカ面は黄色。 翼仮面は黄色。くちばしは黒い。ヒナの綿たは黄色。オスの交際は黒いが、メスの交際はアンカシ食。主に標高1000メートル以下にある熱帯雨林に生息する。16羽以下の群れを形成し生活する。食性は雑食で、果実、種子、液化、昆虫などを食べる。未熟なヤシの果実は、くちばしで噛み砕き、中の果肉や果汁を食べる。 繁殖形態は卵生。繁殖期には単独もしくはペアで生活する。繁殖期になると、オスは約20分にわたり木の枝で互いに幹を動かしたり、大声で鳴いたり、枝を噛む、飛翔するなどの求愛行動を行う。高木の軌道に木くずなどを敷いた巣を作る。飼育下では1回に1から3個の卵を産んだ例がある。死有交代で放卵し、 放卵期間は28から30日。ヒナは孵化してから約14週間に育つ。生後4から5年で生成熟する。ココナッツの果実を食害する害鳥とみなされることもある。開発による生息地の破壊、ペット用の卵革や害鳥としての駆除などにより生息数は激減している。サバルアジマやハルクシマにも分布していたが絶滅した。 1987年には法的にセラム島からの輸出が禁止され、1989年にワシントン条約付属書 I に掲載され、国際的な小取引が禁止されたが密漁、密売されることもある。ありがとうございます。